はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイナルファンタジー2ピクセルリマスター第7回、ヒルダがさらわれて、その闘技場の商品になっているということで、商品をゲットしに来たところですね。今度こそヒルダは俺のものだ。てか参加者俺しかいなくね。さあ力を尽くし戦えばよい。勝者にはフィン王女ヒルダを授けよう。やったぜ、こんな素晴らしい闘技会を開いてくれるとは皇帝なんていいやつなんだ。皇帝は、まあ、自分が楽しむためとはいえ、俺はその商品をゲットする。これでウィンウィンな関係だ。相手はベヒモス、強そうだ。てかね、バーサクちょっと一回かけとこう。レベルを、まあ、上げるために122勝ってゼロ。やべ、敵強い。1だからな、どれくらい上がるかって言われたら微妙だよね。まあ、ダメージ的にはそんなに食らわないっちゃ食らわないから、まあ、いろいろ使ってレベルを上げていこう。ホーリーだったら攻撃の方が強いかな。バーサク1じゃあんまり上がんねえな。ゴードン、お前の壁になれ。ヒルダのためだ。そのためならお前は死ねるだろう。強っ。何、結構食らうな。ただ攻撃あるのみ。氷の弓の力、思い知れ。ボス系が結構硬いよね。盾レベルがアップ。精神が上がるのか、バーサクって。褒美を使わそう。皇帝をタッチャーチャンスだ。そんなことで褒美だろう。褒美はこれだ。反乱軍の戦士不良にいる。バレていた。牢屋にぶち込んでおけ。開けてくれ。来た。なんかこいつはポールだね。しばらく眠ってな。強い。お前そんな強かったのか。鉱山で助けてもらった借りは確かに返した。いや、お前が仲間になってくれ。ゴードンの代わりに宝箱地帯、エーテル、エリクサー。よし。てかエリクサーなんだ。そういえば、まあ道具屋見たときそうだったよね。ファミコン版だとエリクシャーだからね。ウェアだろう。で、地下1階か。あ、ここあれじゃん、牢屋地帯じゃん。でね、ここすり抜けられんだよね。これ普通に行くと結構めんどくさいから。で、バーサクは1回ずつかけとこう。ちょっと多少戦闘がめんどくさくなるけど、きちっと補助魔法のレベルを上げていこう。痛い。食らう、めちゃくちゃ食らうんだけど。てかレブナントの攻撃ってさ、あれか、最大ヒットポイントの割合攻撃か。16分の1食らうのかな、 1ヒットにつき。結構ね、割合攻撃をしてくるやつらが多いんだよね。だからヒットポイントが高ければ高いほどダメージ量が増えるっていう。それゆえヒットポイントを上げすぎるのは良くない。回復が追いつかなくなるからっていうものがあります。で、ここで開けよう。マジシャン、あ、マジシャン、こいつ結構いいの落とさなかったっけ。クラウダバーサク、いいね。王女、今開けます。ヒルダ無事だったか。ゴードン、あなたか。いやいやいや、お前は全く役に立ってないから。ただついてきただけだから。なんか自分の手柄にしてんの、お前ふざけんな。王女を連れて先に逃げてくれ。俺たちが敵を引きつける。おい、なんでそんなゴードンに花を持たせるんだ。
お、トライデント返せ、そんなことより。これでゴードンはもう二度と仲間にならないかな。なんかそんな気がしてきたな、ストーリー的に。じゃあ俺たちは抜け道を、いや抜け道を使って帰るというか先に進まなきゃいけないから。攻撃役が2人だな。3だ。5、バーサク3やるな。俺のバーサクは1だからな。ホーリーは6、ただし弱いけど倒せる。バーサクの方2個か。バーサクレベルアップ。キマイラが普通に出てきたんだけど、3人だとなんか意外につらい。こいつ結構強いかな。炎が意外に食らうな。やばい、連発されると結構厳しい。ケアルを張るか。全体ケアルでどれだけ回復するんだろう。まあ、100か。ケアル張りながらいくか。いやきついな。炎1回食らうとやっぱりケアル1発分だからね。その不良にいると害の攻撃で倒せないっていうのが痛い。ここは攻撃に入ろう。転ずる攻撃に。292か。野竜のレベルが上がって、斧のレベルが上がって、盾のレベルが上がった。まあ実りある戦いだな。だいぶいろいろ上がったし。で闘技場1階に来て、これはもうここで脱出かな。さすがにもうベヒーモスはいないっしょ。で歩いて帰ればいいのか。とりあえずヒルダ助け出したから。で砂漠のモンスターは強いよみたいなこと言ったけど、キマイラアリ地獄、確かにキマイラが普通に出てくるってなるとちょっと厄介だよね。アリ地獄はそんなものか。カシュオーニで直後で帰るかどうか。ゲッ、まひってる。 やばい、ちょっとガイがマジで。1人だと700、全体だと100まで下がるのか。てか待て、うわはめられた、やばいぞこれ。あ、治った。ちょっと、もうタコ殴りなんだけど。麻痺治んね、誰も治んね。ガードはしてくれた。いやマジタコ殴りだよ。いやこんなに治んないっていうかさ、治った瞬間多分攻撃されてんだな。いや、待て、あ、逃げてった。超アホなんだけど、あいつかつてないほどのピンチを迎えた。これコテージで寝よう、やばすぎる。どうする、チョコボを回収しに行くか。マップ的にそうだな、ちょっと中断してセーブをかけておいてカシオに戻ろう。砂漠を縦断する。キマイラアリ地獄、ってかアリ地獄がめちゃくちゃ厄介だからな。先に仕留めておこう。後ろでもダメージは通るっしょ。よし、もうあのハメがなければあとは楽。消えよ。で魔法は打たないとやっぱり熟練度とかそういうのは上がらんか。出た、ちょっと待って、アリ地獄ばっかり。いや後ろだとダメージが減るな。はい麻痺200。やばい、あ治った。これで後ろとはいえ、よし倒した。で炎、いやーなかなかにきつくなってきたね。で
ホーリーも捉えておこう。マジックマンもちょっと足りない。バーサクレベルアップ3でどれだけ攻撃力が上がるかだよな。ちょっと森から行こう。砂漠の敵マジで強えわ。けー出てくんのかよ。お前らどこに生息してんだ。300じゃ死なない、400は死ぬ。やっぱり状態異常だな。きついのは対策が立てられないからね今のところ。バサク3、これでどんくらい上がってるマジで。ホーリー6でできれば上は倒したい。よし577か。いやでも結構上がってる、上がってるよね。ここら辺はもうさすがに雑魚敵でしょう。安心、いきなり敵の強さが変わるな。まあパラメータを上げるっていう意味ではいいかもしんないけど、ヒットポイントはどんどん上がっていく。これ塩チョコボとかいないのかな。チョコボいっぱいいんな。じゃあアルテアに帰りますか。っていうかなんかテントがあるんだけど、これはもうフィン奪還作戦か。キャンプ、城の入り口は突破した、敵はだいぶ混乱してる、今がチャンス。いつの間に。フィリオニール、マリア、ガイ、助け出してくれてありがとう。大戦艦も破壊してくれた、感謝の言葉もありません。飛竜、竜騎士なんだ。お前ら気にしてなかったのか、竜騎士とか。大丈夫、私は本物。あら、どうして顔を赤くしているの。騙されたんだよ、畜生。君たちに反乱軍の主力として戦ってもらう。我々が敵を抑えている間にフィン長の司令官を倒してくれ。単純だな。フィンを取り戻す。ここはもうこれだけか。ちょっと寝よう。ガテアの村に行って宿屋に行く。バーサクは唱えてる。エーテル何個持ってたっけ。3、4個あるよね。寝よ寝よ。金はあるんだ、たんまりと。そのまま寝よ。300円くらい、大した金額ではない。復興のために役立ててくれ、その金を。そしてフィンを取り戻す。これはもう城に行けばいいのかな。一応セーブはしておこう。フィン城、宝箱はあるっぽいけど全部金なんだよね。1階はお金はあるから無視しよう。普通に、あれ、なんでお前こんなとこにいんの。敵地に乗り込むならあたいの力も必要だろ。レイラが加わったってかさ、絶対マインゴーシュパクられてるよね。もう分かった、海賊にパクられる。だがドロングソードマジクソなんだけど、ふざけんなよ。ウィングソードくれてやるか。じゃあちょっと待って、利き手にウィングソード装備させよう。だが外すよ。金の髪飾りはあって、ってか金の髪飾り俺がパクろ。金の髪飾りは多分軽いよね。2つ持ってんじゃん。フリオに装備できる。よし装備しよう。金の髪飾りは役立たせてもらった。二刀流ね、ミスリルソード、ちょっとやってみるか。あんま強くないんだよね。でこれそのまま上に行っちゃっていいのかな。モンスターの先制攻撃、てかレイラ弱すぎる。いや、やばいやばい、超食らうな。バーサクをじゃあレイラにかけよう。185、122、弱え。二
刀流の意味があまりわからない。で、2階の宝箱か。左は取っておこう。オーラらしい。いっぱいいる。しかもサージェント操作だって強くねえか。12とか。スタンプ、これは厄介だな。いやー、最近めちゃくちゃ厄介な攻撃が多いな。ドレイン、まあ、30くらいか。カーツ、呪われた。呪われると攻撃力下がるからね。ファイヤー8、なかなかに面倒な敵だったな。オーラの本3つ、そしてオーラの本いらんわ。もうそんないっぱい、どういうことだよ。ちょっとマジックパワーが500くらい欲しいな。またもう一回ミーム仲間になった気がするんだけどな。そしたらあげよっかな。てか敵が強くねえか普通に。いや弱すぎる、レイラが弱すぎるマジで。ただの殴りだったらそんなに食らわないけど、ホーリーもただ弱いんだよね。いや、そうなんだ。あの、これで倒せたら別の敵狙ってくれんだ。それはありがたいシステムだ。フィンジョ4階、いるんだけどさ、普通にいいの戦って。バーサクさんの力を見ろ。600 56 0、炎7、耐性がないな、マリアは。ケアル0。やはり武器による依存が結構多いな。無駄にケアルを使ってしまった。これめちゃくちゃマジックパワー使うからな。知性で回復をしよう。倒せっかな。なんかちょっと最近不安なんだけど。反乱軍か、我が兵たちはどこへ行った。策略かって。なんの、別に策略でもなんでもないんだけど、正面から突っ込んだだけです。ゴートスバーサク300 0、ゴミすぎる。393、死ぬ。一応回復はしておくか、しょうがない。396 20。いや攻撃はそこそこ痛いな。ホーリーもちゃんと唱えておこう、熟練度アップのために。倒した。まあ、トータルしてヒットポイント自体はそんなに高くないよね。まあ、硬いのは硬いけど。バーサクレベルアップ。いいね。結構上がりが早い。リッパーナイフ。絶対上げない。敵の司令官を倒した。お、奪還したか。やっとここに戻ってくることができた。ありがとうございます。一つ気がかりなこと、ミシリアに向かったミユから連絡が途絶えている。てかさ、連絡ってどうやってしてんの。電話があるわけじゃないんだから。魔導士の国、もう行ったよ。ミシリア、仮面が必要。白い仮面が地下にある。呪文が必要。エクメとテロエス、難しいな。扉がどこにあるのかわからない。役立たずね、結局。ミウがまだ戻らない。ミシリア行ってくれ。
この城についてはフィンオーナーキアとヒュードが一番詳しいやつ。ポールなら何かわかるんじゃないか。なるほど、仮面は全くだ。アルテマの方もいらないけどね。間違いないだろうとか。間違いだよ。ちょっと宝箱漁りますか。ガチャ、モンスターが現れた。なんて危険なんだ。しかも先生攻撃食らってるし。俺が開けといてよかっただろう。なんか見知らぬ兵士たちが、おここに宝箱あんじゃんみたいな感じで開けたらモンスターが入ってるからね。モンスターが入ってるっていうか現れたのか。どっから現れたんだ。全く残存兵力、俺がそれを相当する。回避率が高いから、まあそれなりにミスってはくれるけど、当たると痛いよな。レイラはまだもうちょっといるからしょうがない。ポーションとかしょぼすぎだろ。リッパーナイフを装備させてあげるか。むちゃくちゃ攻撃力上がんな。利き手なら利き手にナイフの方が良さそうだな。利き手にリッパーナイフ、ウィングソード、どうだ。これで火力面は申し分なくなってほしい。ヒルダ王女、ゴードン王子、いつの間にあいつ王子になったの。この地下にはミシリアの塔に関する秘密が隠されている。鏡の間、鏡の間は別に大したことないよね。なんか未だにイベントを進める感じではないんで、あとある宝箱としてはこれ1000円。てかゆっくり開けて大丈夫じゃん。フィンジョ奪還した後に2000ギル、1000ギル、金だな。とはいえ金はもういらないからね。でポールどこにいんの。フィンの町にいる。おお戻っている。あなた方がいなかったらフィンは取り戻せなかった。親玉って言っても所詮中間管理職でしょあいつは。で魔法屋を見よう。でも魔法もさ結局ミシリアに行ったから欲しいものはないんだよね。武器とかも邪魔なんだけど。マジでポールの家、自分の家に帰って大喜びしてた。どこだ、ここか。なかなかいい家じゃないか。アルテマの本、知らない。フィン城の隠し扉のことならよく知っている。参考までに何が入っているのか教えてくんねえかな。白い仮面、値打ち物じゃなさそうだな。俺には興味ない。よし教えてやろう。大広間の右上の隅。いや俺には必要なんだよ。お前には必要ないかもしんないけどな。物の価値は人それぞれだ。価値があると思う人には価値があるし、価値がないと思う人にとっては価値がない。俺とお前ではそれが違う。ただそれだけ。金の胸当て、黄金の盾、いや持ってんだろ。よく買おう。胸当てがちょっと弱いな。銀だからな。それが金になる。で武器屋さん、ウェアバスター、ウィングソードとか売ってるし、すでにもいらない。じゃあ大広間の方へ行きますか。ちょっとなレイラ少し鍛えたい気もするんだけど、そんなことをやっている暇はない。大広間って言ってたよね普通に。の右上どこだ。あった、そこには何もありません。隠し扉で、ここって長いのか。下へ行こう。フィンジョ3階、このまま1階下の方まで行って、で地下1階。ここはモンスター出るか。出るね。
行かれてんな。フィンジョーとか危なすぎだろ。ちょっとホーリーをまた集中的に上げていこう。よし、いいねいいねいいね。あれなんだ、今2回攻撃入んなかった。じゃあ全部で3回攻撃入んなかった。レイダーが分からん。ただやっぱり武器による依存がかなり高いことが分かるな。で宝箱はすげえしょぼいもんしか入ってないんで、しかとする。ホーリーが弱すぎるよな。740140243、2体倒せる。効率はいいな。火力で攻めるっていうのももしかしたらありかもしれないけど、ちょっと危険は危険だよね。で地下2階、ここもろくなアイテムがないんで下へそのまま直行しよう。いやー、アルテマ手に入れたらアルテマ使うかって言われたら微妙だしな。もう魔法を使っててさ、エーテル、あれこっちから通じてなかったわ。アルテマ手に入れたらってアルテマまた鍛えなきゃいけないでしょ。リッパーナイフはなんか2回攻撃なんだ、多分そういうやつなんですけど、脳みそばったらな。寄生虫パラサイト、ただ別のターゲットにはしてくれない。2回目はさすがにそうか、2回攻撃をしてるわけではないからね。ダメージが2回入ってるだけで。マジックパワーの消耗がマジで激しい。ホーリー3回、そろそろなんかホーリー上がってほしいんだけど。マジックパワー今上がんなかった、マジで助かる。それはモンスターの先制攻撃吸収されるから、パラサイト、パラサイトされてるから。で下に行って、でまあここも微妙っちゃ微妙なんだけど、盾だけ回収するか。ゲッ、キラーマンティスト、よくわかんないのが出てきた。キル、何倒せない。600で死なない、やるじゃないか。ってことはなおさらホーリーじゃ倒せねえよな。おとなしく攻撃した方が絶対効率はいいんだろうけど。マジックパワーが枯渇する。一体か、できればノーダメージでいきたい。敵が強くなってきたな。キラーマンティス、こいつが強い。なぜフィンの地下にこんなにモンスターがいるんだ。で炎の盾、炎の盾は別にただなんとなく取ったけど増えないよね。ここら辺一緒だからな、耐性がやっぱ違うのか。キマイラが出てくるときに炎の盾を装備してればいいのかもしれないけど、意外にレイラが戦力になってくれるのが嬉しい。強い強い強い、いいね。でさらに下へ降りたかったけど、キラーマンティス一体、でそっからブラッドソードがあるな。ブラッドソードはまっげーめんどくせえ。頭硬い前がめんどくせえんだよな、硬いから。ブリザードボー、これはもう全然食らないよ。グラヒン、ちょっとホーリーもそろそろ打ち止めしとかないと
ケアル用のマジックパーがなくなるからな。ブリンク使ってきた。分身している。攻撃に走ろう。ちょっと今グラサン状態だから攻撃が通るかって言われたらそこ、まあ、それでもオーガメージを倒すくらいの実力はある。魔法の方がすげえあんな。でこれか、まあ、ブラッドソード使っていくかって言われたらちょっと微妙なとこだけど、強すぎるからね。やっぱりどうしても詰まったら使おう。固定ダメージだからブラッドソードは。割合ダメージ、ここは攻撃でひたすら押していく。押して前倒す、そして後ろ倒す。先手必勝で二刀流か。力の杖、あれブラッドソードじゃなくなってる。攻略サイトにはブラッドソードって書いてあるのに。ブラッドソード2本入るから1本しかもう手に入んない仕様になったのかな。まあ、ブラッドソードはなしでいっちゃいいんだけどね。これはすぐだから回収しとこう。裏切りの牙で下に降りていきたいけど、めんどくせえ敵が多いな。いいね、二刀流意外にいいぞ。デジョン普通に落とすんか。モンスターゴーキマイラかよ。マジか。火力上げとこう。レイラ結構な主力だからな今。バーサク6ヒット、いいね、倒した。臭い息なんて使ってた。うお、待って、それはちょっと反則でしょう。で S な3で直せるか。いやミスった、無理だ。ってことはもうゴリ押すしかない。これでいやーマジかよー、危ねえ。臭い息使われたらかなり危険だな。しかしオリハルコン、いいものは手に入れた。ってかレイラ石になってから無理じゃん。マジか、そろそろ無理だな、本当に無理だ。逃げるしかない。あとはでここの扉は右から2番目。でもこんなのめんどくさすぎる。逃げろ。 OK、 で白い仮面ゲット。後ろに魔法陣があるけど、そのままテレポで脱出してもいいと思うんだよね。逃げろ逃げろ逃げろ。向こうが逃げてった。これ逃げられなかった時の反応がないからさ、わかんねえんだけど。で外に出よう。でちょっと回復が先、エスナのレベルを上げないと無理か。じゃあ金の針も少し多めに買っておこう。500円か、まあ安いな。20個はいらないと思うけど、一応20個はどこ、金のたんまりあるんだ。もう2つ使うしね。で、こいつらマジ邪魔なんだけど、進行方向に立ってるからな。
応ヒルダに報告する、なんかもうヒルダに報告する必要ないと思うんだけどね。そのままもうミシディアの町に行って大丈夫っしょ。というわけで、白の仮面を手に入れましたので、今回はここで終了したいと思います。次回は、ミシディアの町に、前回っていうか以前行ってるんで、ミシディアの町のところから再開していきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。